はい、結局ねここに来ました、バイミーのニューランです。ニューランで、これが今乗ってきたバイクです。ちょっとニューランのお店ね、隅から隅まで歩いてみようかな。ニューラン、ニューラン、これ何、おかき、いろんな持ってるね、ここね。ここはパン、おパン、パン、パン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 、あ、これはね、バインミーの中に入れるものですね。5000ドル倍ね。こっちはなんだろう、これ焼き鳥、中華まん、わあ、いろんな持ってるね、倍ね。あのここニューランね、ニューランと来てます。あ、これケバブですか、まさかね。あ、こっちはフレッシュジュースですよね。すぐ横はこういう高層ビルが建ってるんだね。ニューランに来ました。それじゃあ中に入っていただきたいと思います。バインミー食べに来たんですが、文房ね、文房ナンバー11番、文房文をいただくことしました。それで足りなきゃね、バインミーですよ、バインミー。春巻きでもいいんだけどね。いろいろあるんで、あのジュースも飲みたいな。なんか注文します。はい、ブンボーが来ました。ブンのボーですね、牛肉のブンですね。それと、パイナップルじゃない、これバナナで、パイナップルジュースも注文しました、はい、これ初めて食べます。いただきます。これかけるんだろうね、多分。これミックスジュースですね、パイナップルじゃないですね。まあいいですけど、さっぱりしてて、このね玉ねぎの中は炒めてありましたが、これはあったかいんですよ。麺は冷たいけどね、麺は冷麺。トマト、牛肉、味ついてる。これ注文しました、バインミーです。3万5000ドン、テイクアウトにしてもらいます。はい、全部で10万2000ドンだったんですよ。それで10万ドン渡したら、そのまま誰も戻ってこない。つまり2000ドンはなんかサービスしていただいたみたいですね。これがテイクアウトのバインミーです。お部屋でいただきます。カリアンドゥってこういうカレー屋さんみたいなとこ来てみたけど、こういう入り口だけでね、お店どこなんだかよく分かりません。あ、ここか。ここだ。
バイク止めたらこのカードくれと、お店の人に聞いたらね、これでいいんだみたいな。ここで食べようか。はい、やってまいりました、ビアホイハノイ。ビアホイハノイでお客さん誰もいないけど、ビアホイが飲みたい。お店のね、おかみさんから名前聞いたら、バオカインだって、バオカイン。やっとこれいただきました、ビアホイです。これぞビアホイ、いただきます。はい、ベトナム風のオムレツです。卵料理、卵料理、ちゃんとパクチーが乗ってるのがありがたいね。よくわかんないで注文したね、野菜だろうと思って。そんでね、いや、空心菜炒めも食べたいなと思ったらね、これ空心菜炒め。ほとんど同じもんでした。野菜全部いただけませんでした。でもビアホイ仕方です。全部でね、27万3000ドンでした。帰ります。夜な夜なバイクで徘徊してたらね、こういう店がありました。ここお客さんでいっぱいです。今ね、時間ね、6時40分。この店でいただきたいなと思いました。以上です。現地からお伝えいたしました、万歳大屋でございます。いやー、9万ドンになってますね。450円、これお願いしました。これだけ食べて帰ります。はい、名店にやってまいりました。今時間はね、6時45分です。はい、着弾しました。これめちゃめちゃトンボ大きいですね。びっくりしました。これだったらね、割高感はあるけどね、まあ、ちょっと許せるかなって感じです。スープいただきます。じゃあ、フォーボー、牛肉のね、棒です。スープいただいてみます。美味しいわ、うん、まー、さすが名店だね。今2階席でいるんだけど、1階席もいっぱい。バンザイは2階席上がるの初めてです。味は確かです。はい、フォーの名店、フォーフォアでいただきました。2階の席でね、いただいたんだけどね、下はね、お客さんでいっぱいです。はい、それではね、お家に帰りたいと思います。お家じゃなくてホテルね。目が青い。あれ、猫ちゃん来ちゃった。